こんにちは、こんばんは。今回はヒューケラの株分けと挿し木をしてみた記録の動画なんですけれども、いきなり水やりのシーンからなんですけれども、僕の動画はいつも植え替え後の水やりのシーンっていうのを省略してしまって映してないので、この時はいろいろまとめて植え替えたんで水やりのシーンをちょっと撮影してみました。で、ご覧いただいている通り、かなりしつこく水やりしてるんですね。これはいつも日頃の水やりもこんくらいしつこくしてるというわけではなくて、植え替えた直後の最初の水やりだけこんくらいしつこくやってるんですね。自分で赤玉土とか腐葉土とかを混ぜて培養土を作ってるんですけども、赤玉土の砕けた細かい粒子とかいろんな細かいものが詰まってるんで、最初の水やりで洗い流すような感じでしつこく水やりしてやると、だんだん水の抜けが早くなっていくのがご覧いただけると思うんですけれども、なんで土の水はけを気にしてるかと言いますと、うちは日当たりが悪くて、なかなか鉢の中の土が乾くのが遅いんですね。時間がかかるので、なるべく水はけを良くしたいということで、ただでさえスリット鉢でね水はけはいいんですけれども、自分で作った用土の中に詰まってる粒子を洗い流して、なるべく水はけを良くしてやってるという、最初の水やりだけしつこくして、あとはね普通に水やりしてる感じなんですけれども、ご覧いただいている方のお住まいの地域とか、お宅の日当たり、風通しとか、いろんな条件によって何が最適かっていうのは当然変わってくると思いますんで、うちのこの水はけをやたら気にするやり方っていうのは、あくまでも参考程度にご覧いただけたらと思います。で、本題のヒューケラの株分けや挿し木の話なんですけれども、ちょっとヒューケラの植え方にコツがありまして、ご存知の方は、今更という話だと思うんですけれども、成長点というか芽が隠れないように、土に隠れないようにかなり浅植えの方がいいんですよね。芽の部分を土で隠すように植えてしまうと、良くないみたいで、必ず植え替えた時に芽が土の上に飛び出しているような感じで植えてやるといいんですよね。で、僕はヒューケラが好きで動画も何本か出してるんですけども、そこにいただくコメントで、ヒューケラがうまく育ちませんとか、一応マニュアル通りの、用土とか世話の仕方をしてるんですけど育ちませんというコメントをいただくんですけども、植え方もちょっとこういう浅植えがいいですとか、ちょっとしたコツみたいなのがありますので、もしご存じない方でうまく育ちませんという方がいたら参考になればいいかなということで、ちょっとご紹介してみました。で、一応この植え方が株分けとか挿し木の時も同じような植え方をしますんで、植え替えとか株分け挿し木される方は、参考にしていただければと思います。というわけで、だいぶ前置きが長くなってしまいましたけれども、ヒューケラの株分けと挿し木をしてみた記録をご覧ください。Some rain for tomorrow. The sky will be sunny but wet. When out of nowhere you're suddenly there, and I say, Hey, pardon me, haven't we met? I've ordered some sunshine with showers, and I've got my scenery set right there with a thumb. Our umbrella's gonna bump, and I say.Juliet